配信が1週間以上ぶりにやってきました。今日はゆりちゃんからなんだっけ、あの高めツインテールであざとい配信っていうあのお題を要求されたのでやっていこうと思います。はい今日朝になんか起きたてのボッサボサの髪の毛でツインテールしたんですよ。もうここら辺でやばくすぎて、あ、ほうちゃんだこの次しまちゃんだからさ、そうしまちゃんへのお題をずっと考えてて、さっきそうほうちゃんからだね、そうほうちゃんからもらってきたんで、もうマジ佐々木本当に佐々木のせいなんですけど、今日は頑張っていきたいと思います。皆さんちゃんとお家で見てますか、これちゃんとお家から見てますか。本当に全国、もう東京だけじゃない、全国の皆さん絶対お家にいるべき。はい、もう本当に外出しないでくださいね。はい、ということで、そうさっき、まあいいや、じゃあまず高めのツインテールをしていきます。高めのツインテールをしていきます。いきますね、適当でいいよね。もうこれね、ちなみにこう全部上げるバージョンと、あゴムペイン、ここだけっていうバージョンもあるんですよ。バージョンがいいんだろうね、バカっぽいな。ちなみに今年で22になります。やばいです。バマジやばくないこれ。はい、これもスクショしといて、みんなちゃんとやりましたよって。今スクショタイムね。はい、はい、じゃあ全部あげてきます。全部あげてくぞ。ツインテールってもうさ、普段耳より下でしかやらないから困ったな。はいはいはい、上げていきます。櫛も使っていきます。上げてこう、上げてこう。こんな感じかな。はいはいはい、難しいんだよね、ツインテールちゃんとやろうとすると。いい匂い、どこから移入してるの。ふいふいふい、目がシパシパしてきた。こんな感じ。こっちもやっていきます。あーやばい恥ずかしいね、これやばいでしょ。
定は何歳にしますか。あ、設定何歳にする。実年齢22の女ですが、何歳がいい。設定年齢何歳がやりやすいんだろう。まあ言うて17歳とね、気持ち変わってないよできた。はい、ツインテール。どうしてんのこの前髪、前髪どうしたらいい。こんな感じでいいのかな。なんか違う。ツインテールわかんない。センター分け、前髪どうしたらいいマジ前髪今長いの本当に。パッツンだったのに長い。これかな。はい、ツインはずはずいだろこれ。さすがにやばいでしょ。うん、はい、とりあえずもうスクショタイムしようはい、スクショタイム。うーん、はい、こうでいいのかな。なんか色味やばいね。ちょっとライトの色味変えようかな。ライトが手に入ったんで、これかな。ちょっと色チカチカ変わってごめんね。はい、できたよはい、スクショタイムです。スタート。すごいアニメみたいなブイーンってなってるね。はい、ぶりっ子ポーズ。どこ見たらいいのこれって。どこ見たらいいんだろう。こっちこっち、どこ見たらいいか分かんないです。ここかなこれはい、スクショできましたか皆さん。今日これ大事すんの。ずっと最悪シンプルにつらい。今日はこちらで配信していきますもうなんなのこれ、もうやだよやだよ本当にこれでやんの。どうしよう。なんかさ、注意が機械とこうよ。なんか初めて見た人がこの子やばいって思われそう。罰ゲームですって。罰ゲームはい、罰ゲームです。書いてたそう、なんか私だけ毎回辛いんですよ。なんか楽しいことしたいのに。なんかでも前回の秋田弁は超楽しかったけど、なんかその前もなんかあざといことされたじゃんねえ。本当にそんなにあざといことを求められても困るんだがっていう感じですが、罰ゲームですよ。ツインテール、21歳ですは書きませんそう、英語禁止、英語禁止。ポニーテールの数が増えたと思えば、いやポニーテールじゃないよこれ、やばい。でもなんか軽いですよ、意外と、意外と高めツインって軽くていいです。わー、はい後ろちょっとバホバホ言ってるんですが、はい、イエス、ツインテ。これどうあざと
くしていけばいいんですかね。ぶりっ子、ぶりっ子どうしたらいい。ずっとこっち喋ってればいい、ずっとこっち喋ってればいいか。どうしたらいいですか。ぶりっ子、鼻にかかった声、あゆわーん、この辺でしょ。アウトでしょ。あ、自分のことまーちゃんと言う、いいじゃん、まーちゃんはーってね、いいね、まーちゃんねが口癖いいね、まーちゃんねー。気持ち悪いだけど自分。うん、そう、これはちょっと家事と一緒になっちゃうから、こうじゃない、やっぱずっとこうやってまーちゃんはーってやってる人よくない、ね、まーちゃんはー、それほーちゃん。そっか、ほのかぶりっこしてたんだあれ。確かにほーちゃんはって意味、まーちゃんはー今日はー、そう、今度ね、今度おうちライブをするんですよ。イエーイ、おうちライブをします。おうちライブをするんですけど、ファンクラブの人とやるんだけど、20人くらい限定でなんかやるんだけど、応募してくれて当たった人いる？当選した、イエーイ、挑戦した人、通帳返座。はーい。知らなかった。あ、本当？そう、なんか、え、意外と遠慮した人多いらしいね。なんか20人だしみたいな。逆に遠慮しすぎて誰もいなかったっていう説あるけどね。そう、やるんですよ。落選しちゃった？でもなんかとりあえずテストだから、なんか今度はまた別の形でねやりますけど、遠慮してめっちゃ遠慮すんじゃん、みんな遠慮すんなよ、みんな、かわいいな、遠慮しなくていいのに、やっぱ日本人だね、日本人だな、みんな、まあ、仕事の人もいるか。ズーム怖いって何？何が怖いの、ズーム、何何？ズームの怖さ教えて。日本人になりたい人生だと。あなたも日本人ですよ。映んないよ、映んない設定になるから大丈夫だよ、見せません、ファンの方は顔見せません、もちろん。なんか見せたくない人ね、いるだろうし。あ、セキュリティ問題があるんだ、まああれ映らないし、自分で映らないようにも設定できるよ多分。まあ、映すこともできるし、え、セキュリティ緩いんだ、そういうのあるんだね。ライブもツインテール、ライブはツインテールしません。これで歌ってもさ、何にもね入んないでしょ、歌が入ってこないでしょこれだと。いや本当に恥ずかしい。じゃないよ、じゃない、じゃないよ、みんな、これはやばいって。
まーちゃんライブするののコメント、あ、まーちゃん今度ライブするの。許してニャン体操歌ってみて。歌えないんですけどどうしたらいいですか。許してニャン、許してニャン、ブリブリの瀬取りみたい。これで歌うとしたらやっぱりかかってきなさいとか、そこら辺ですかね。やっぱビーロンリーとゲザーとか。でビーロンリーとゲザーのちなつこんな髪型してたよね、そういえば。ボケてるよ。これだとほらもうボケてもね気づいてもらえないから困っちゃうよ。もう前髪が本当に邪魔じゃん。でこういう小学生いるよね、前髪もあのここも全部あげる小学生。やんやん、なんだろうねこのツインテールで、このツインテールで何ができる。タタタチャタタヘドバン。楽しい。意外と楽しい。これまーちゃんの好きな教科は、うん、理数系だよ。絶対得意じゃないだろうみたいなね。絶対美術とかでしょって感じの顔してるけど、でも本当に私理数系が得意です。もうマジ理数系、文系、文系じゃない、文系苦手ですね本当に。文系苦手でございます。まーちゃん九九できる。あ、どんどく。まーちゃんは 1×1 は 1? いや分かってる、これをね母親に見られてるっていうことが一番の恥ずかしい点ですよね。うん。でもねちゃんと理数系だから 1×1 で10とかボケないから、ちゃんと 1×1 は1って分かってるんで、はい、いや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 、さすがプロとか言わないでくださいよ。何のプロですかそれは本当に。この子だ、面白い。最近こうさ体力が有り余ってるからすごいあの変顔とか変な動きとかいっぱいしちゃうんですよ。うん。でもこれもあざといですよね、ちゃんと意外とね画面で見ると。もう罰ゲームですからこれ、全部全部罰ゲームで、全部罰ゲームですからね。ハムスターかな、僕はねハムスターかな。いや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 、ほんとね暇ですよねおうち時間。え、そう、私昨日 YouTube 撮影して、これさカメラどこ、なんか iPhone 新しくなったんですけど
カメラがね、なんか黒すぎて見えないんですよ。これ今みんなと目合ってますか？わかんないんですけど、こっち見ますね。もうそう、 YouTube を撮影しました。初めて一人で、そう初めてじゃない、一人初めてじゃないけど、おうち時間ちょっと暇なので、なんかYouTube 撮影したんですけど、その編集もちょっと自分でやってて今。そう、まあ編集がね大変、目が痛い、本当に目が痛いんですよ、やばい。そう、目がしばしばしてます今。あなたのあなたのあなただけの吉川萌衣です。やってあげます。あなたのあなたのあなただけの見ないでよ見ないでって吉川萌衣です。あいててん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 、ブルーライトカットって早く可愛く言ってどうやって言うの。まーちゃんからのお願いなんだけど、ブルーライトカットこれでよろしいでございましょうか。はい、このねやっぱ字幕がじわるよね、罰ゲームですって。こうふとした時に振ってみるとこう戻してくれる、現実に。ありがとう。はい、幸せなおうち時間よかったです。やっぱみんながね幸せになれることが一番ですよね。早口言葉、カエルぴょこぴょこ、私早口言葉得意で、オーディションでも特技披露してたんで。そうですね、今日はツインテールであざとく早口言葉言ってみようと思います。見ないでってマジ見ないで、やりづらいんだって本当に。いや無理だな、カエルぴょこぴょこ、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、もう無理、もうそろそろ終わっていいですか、ショールーム。もう無理だな。あ、でももう20分経った、もう20分経ったんでそろそろ終わっていいですかね。いやー無理だ、もう無理だ、無理だ。こんな声出してたらうるさいって怒られるわ住人に。いやーまだ早いか、終わるのは。そういつも精神にダメージを受けて終わるんですよ私は、ショールーム終わった後はあって。きっと今日もこのねツインテールを外す時に何か生まれるんでしょうね。え、タワーわ、タワーすごい。え、タワー投げてくれたの、ちくらゆうまさん。え、タワーありがとう、すごーい。え、しかもなんかタワー変わった、タワーめっちゃ可愛くなってない、なんか前もこれだったっけ、可愛いタワーありがとうございます。じゃあなんかあざとくお礼しなきゃですね。土倉ゆうまさんタワーありがとうございます、イエーイいや本当にありがとうございます、頑張りました。お城もあるよ、お城、なになに、お城わかんない、もっといけるでしょ。あ、でもほら土倉山さん禁止してくれたんで大丈夫ですチーンありがとう。
いや、嬉しいですね。皆さんもたくさんギフトありがとうございます。本当にやー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 、ちょっと一回落ち着こう一回落ち着こうな、みんな。ぐるぐる巻き、チャイニーズどう？パンダ、パンダ。なんかさ、この髪型するとちょっと話し方もさ、バカっぽくないんだよね。パンダですパンダ、パンダ。はい、これもスクショしてみんな。はい、パンダ、ね、はい、はい、どうしますか、どうしましょうか。パッパッパもう焼きクソみたいなって言われてるそんなことないよ。いやー、今日はあれ、ロフトの住人っていうインスタのアカウントがあるんですけど、私その歌って歌を撮影してました。パチパチパチ。そう、なんかこの間のスター、まあいいや、後で載せるから見て、みんな楽しみにしてください。今日2本撮りました。近いな私。今日2本撮りました。楽しみに待っててください。見ます、見たね。ロフトの住人って検索すると出てくるよ。ピョンって、水平リーベってやつどこもできますか。水平リーベ、僕の船、生ガルシップス、クラークか。あ、これブリコでやらないといけないのか水平リーベ、僕の船、生ガルシップス、クラークか。なんだっけこの次、なんだっけ、生ガルシップス、クラークか、あんたあったどこさみたいな、なんかそんなやつだよね。なんだっけ、なんだっけ、水平リーベ、僕の船、生ガルシップス、クラークかの次何？次何ですか？忘れたいんかい？なんだっけね次。懐かしい。これで記号覚えたよねみんな。水平ってなんだろう。生ガリシップス。へえー。初めて聞いた。水素ヘリウムか。理系、そう、理数系ぶりっ子だからやっぱね、言えちゃうんですよそういうの。そう、やっぱ言えちゃうんですよね。生狩りが正解なんかな、やっぱ。続き知ってる人いないの。そうそうそう、元素規模の記号の覚え方。好きな元素は何ですか。うん、硫黄が好きだよねやっぱ。
やっぱ硫黄って、一見臭そうに見えるけど、でもほら臭いものってハマるとさ、なんかほら癖になるじゃん。そう、やっぱそういうとこが尊敬するし、あとなんか黄色っていう字が可愛いなって思う。硫黄でダジャレお願いします。硫黄はいいよ。好きな公式はそうだな、やっぱあれじゃない？サインコサインタンジェントのやつじゃない？ねえ、公式、もう公式とか忘れちゃったな。数学でね、いっぱい公式出てきたけど、球の体積はあれだよね、なんか半径かけるみたいなやつでしょ。教えて。何、サインコサイン明太子って何？何の話してんのみんな。サインコサイン明太子。半径かける半径で9、9の体積って違うよね。なんだっけ、4分の3パイルート3、そんなやつだ、そんなやつだよね。うわ懐かしい。好きな角度は何度ですか？やっぱりこのツインテールでも表せるんですけど、45度ですね。45度が好きです。でこれ角度にも表せるよ。180度。くしゃみ出る。180度？ 45 度？ 90 度じゃんこれ。 90度じゃん。90度です。ガチくしゃいですよ。だって本物の技とし、しとりたい。はい、もう30分経った。もう30分経ちましたよ。あと10分頑張ります。 なんかそう、なんでもない。 9時30分ツイッターで表してください。9時30分、9時30分。 みんなから見たらこっちなのかな。9時30分。人狼ね、してないんですよ最近。人狼したい。好きな歴史上の人物は？本当にわかんない、歴史上の人物。私、織田信成。 織田信成ってスケート選手の方でしたっけ？織田信長、豊臣秀吉。 やっぱスケート選手だ。 豊臣秀吉、
北条政子生きててくさ、そんな歴史上の人物ではない。わかんない、本当にわかんない。私蓮舫じゃなくて、あの人なんかお茶の人、利休全然違う利休、あと利休って言いますよね、千の利休ってあと歴史も誰知ってんだろう。私本当に歴史は苦手で、高校受験も大苦戦したんですけど、その時は漫画を読んで克服しました。歴史は本当に、だ高校入ってから歴史を専攻せず、地理をやってました、ずっと。でも地理は地理も地理で全然先生が面白くて、もう授業じゃなかったんですよほぼ。だからもう全然地理も分かんない。卑弥呼様、卑弥呼様、卑弥呼様しか知らないですね本当に。私歴史上の人物本当に知らない。好きな地形は三角州懐かしい。ケッペンの気候区分、ケッペンの気候区分ってあれ針葉樹林とかのやつ、合ってる、ケッペンの気分区分、ん気候区分ってなんだっけ、教えて。ケッペンの気候区分ってなんだっけ。ねえねえ、扇状地、これなんて読むんだっけ、扇状地、温帯、あ、温帯だ、温帯熱帯みたいなやつさ、懐かしいわ、勉強したい。地中海性気候、懐かしい。フォッサマグナ懐かしいんですけど、カルデラ懐かしい、ツンドラ、ツンドラって何、ツンデレみたいな、あ、意外みたいなやつツンデレ、ツンデレ、もうツンデレですよ。勉強とか教えてあげないんだからっつって。ハンガリーの首都、ハンガリーって首都なの、ハンガリーって国なんだ。ハンガリーの首都はどこだろうね、わかんないですだからね、理数系なんだって、みんな理数系なんだって。環太平洋山、象山帯、日本ですね。え、大化の改新、もう全然わかんないもん、そこらへん。秋田の面積わかんないけど、秋田の人口、人口なんか100万人切ったんだっけ。で秋田市は30万人、人口が、面積は知らない。世界で一番長い都市名わかんない。バチカン市国なら知ってるよ、 ちっちゃい国。秋田県の花、何、秋田県の花、ユリ。まーちゃんの弱点は歴史か、そうなんです。秋田の名産いっぱいありますね。秋田の名産、水金地下木、どってん近いだっけ、なんて言うんだっけあ、ふきのとうだ、うわお、ふきのとうだ、ふきのとう、明快だ、それエビチューさんの曲にあるよね。水金地下木土天界んーにって水金地下木土天界んーにめっちゃ好き。北で一番可愛い人はまーちゃんかな佐々木のぞみっていう、もうガチ回答返ってきてるから、そりゃそうですよね、そりゃそうです、そりゃそうです。
もう40分だったよ、みんな40分だったよね。もう見慣れてきた。私もなんかね、不思議となんか馴染んできましたよ不思議と馴染んできましたね。秋田県の鳥は何だろう、わかんない。まだこれからだ延長求む、求まれても島ちゃんのモノマネやってよ。島ちゃんのモノマネ、絶景が広がるよモノマネできない島ちゃん。私モノマネ下手なんですよ。え、山鳥って言うんだ。ね、ひないじ鳥、あ、ひないじ鳥か。最近の逮捕歴ないんですよ。そう、最近ね、会ってもないから逮捕できてないんですよ。似てる？嘘、似てる？全然似てない。ちゃんまのまね全部悪意あるよね。そうなんですよ。なんか悪意あるって言われちゃうんですけど、そんなことないんですよ。でもお前ね、似てないんですよ、単純に。オンライン逮捕？いいね。カジね。カジマです。私じゃダメかな。ちょっと似なくなってきたな。ちょっと似なくなってきたかな。似てる？本当？じゃあいいや。そう、なまって、でもカジってなまってるよね。なまってる、でもカジなまってるよ。そう、カジはもともとなまってますから。花沢さん、確かに花沢さんっぽい。千葉ってよりもカジの家系が結構いろんなね、地方の人が、ま、混ざってるらしくて、そう、カジはなまってるんですよ。私なまってないよね、そんなに。そこまでね。初見さん、ありがとうございます。これは罰ゲームです。このツインテールは罰ゲームです飲まってないよね。うい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 ソロスです。違いますじゃないですよ。ということで、次のね、ちょっと配信のお題を悩んだんだけど、ちょっとね、決められなくて、そう、ゆりゆりなんですけど、次は私の、なんて言ったらいいんでしょうか、犯人なんて言うの私がいつもなんかね、あざといポリスって言ってゆりちゃんを逮捕してるんですけど、あの子はもう天然なあざといんですよ。もう元々これみたいな、元々これなのよ。もう元々なんか、ありがとうございます、皆さん本当にありがとうございますみたいな子なの。もうめちゃくちゃいい子なのよ。でそれを私は面白がって、あのあざといって逮捕してるんだけど、あ、そう、常習犯って言えばいいんだ。そう、うちの管轄の常習犯がいらっしゃるんですが、じゃその方へのお題をね、ちょっと考えてて、まあ、その逮捕されないように配信、みんなが警察になって、ちょっとみんなに逮捕されないように配信って言うのか、なんだっけと思い考えてたの。何考えてたかな。そうそう、お客さん全員ポリス配信っていう、あ、そうそう、それか、なんか笑ってはいけない配信みたいなやりたいんですよどうなんだろう、私ゆりちゃんのショールームも意外とちゃんと見たことがなくて、でなんか普段からショールームの雰囲気が分かんないんですけど、笑ってはいけない配信ってどうなるんだろう。そう、笑ってはいけない。だからあなたが
ゆりゆりすぐ笑っても、あ本当？じゃあいいじゃん。あなたたちが見てるファンの方が笑わせるんですよ。で笑ったら島崎逮捕ってみんな言って、島崎逮捕って言って島崎逮捕って言って何してもらおうかな。なんか萌えゼリフ一個言う、逮捕されたらとか、どう？電流波動地あ、腕立て、あ、いいね。お家でちょっとなまってるだろうから腹筋をするとか、めっちゃいいじゃんそれ。それにしようかな。どっちがいい？あ、スクワット見れるね。確かにスクワットにしようか。スクワットいいじゃんいいじゃんいいじゃん。それにしようかなって思うんですけど、これはちょっと皆さんにもかかってますから、皆さんも頑張ってください。まあ萌えセリフは言ってくれるでしょ、罰ゲームじゃなくても言ってくれるでしょう、きっと。社長退出します、やむ社長がいたなんか社長がいましたが、そう、多分しまちゃんはナチュラルにあざといことを言ってくれると思うので、そこはね罰ゲームにしない方がいいと思います。そう、大丈夫、そこはもうねアイドルですから分かってますよ。ということで、じゃあ明日は笑ってはいけない配信にしようかなと思います。笑ってはいけない常習犯なんてタイトルにしよう、ちょっとタイトル考えたい。笑ってはいけない、あざといポリスプレゼンツ笑ってはいけない配信、どう？何にもあざとくないがなんかさあるよね、あのほらお正月、あ大晦日にやる、ね、警察とかもよくあったから、笑ってはいけない、いいんじゃないですか。はい、いいと思います、やったー。じゃあ皆さん明日も絶対お家でショールーム見てくださいね、お願いします。そう、笑ったらアウト、島崎アウトじゃなくて島崎逮捕でお願いします。あー楽しみめっちゃ楽しそうじゃない明日の配信。いいじゃんいいじゃん、みんな楽しみにしててね。てな感じでちょっとランキング確認していこうと思います。第3位すみさん、すみさん本当にもうさ、もうやるとここ触っちゃう癖があるんだけど、すみさん本当にありがとう、イエイ続いてガタガタパパ、ガタガタパパ、パパ本当にありがとう。そして第1位タワーもくださいました、土倉優馬かっこにきさん、ありがとうございます。でなんか土倉優馬さんの、まあ、これはねなんだっけ、ぶりっ子配信なので、なんか言ってくれればなんかリクエストにお答えしますよ。もう残り10分あるので、まあ、何でも可能ですが、なんかありますか。難しいよねこういうのね、いきなりなんかね言われてもえってなっちゃうね。なんかありますかね。
ねえ、キュン死したまま説ありますよね。いや、タワー得点とかじゃなくて1位なのでね。で、今日はあのブリッコでということなので、ちょっとブリッコな感じのなんかお題をいただければなと思いますが、前回まーちゃんの山形弁可愛かった。あれは秋田弁ですよ。あれは秋田弁ですよ。私、今来た。あら、今来たの？こんなことになってます。あれいないかな、もしかしたらね。きりたんぽって可愛く言って、なんで？きりたんぽ、きりたんぽ花尾ちゃん部屋かな。今日はあのツインテール、あ、特になんかリクエストないですかね。はい、なんかあのなんて言うんだろう、これ罰ゲームです。推しのショールームを見逃すなんて、泣いたそんな泣いた。すごい、普通にありがとうでいいよ。わかりました。はい、ではもうパターンがないの私。ブリッコのパターンがないの、最近ブリッコしすぎて。そうだな、ちくらゆまさんありがとう。あの心のこもったありがとうです。ありがとう、はい、ありがとうございます。ではそろそろ終わりたいと思います。いやー、ツインテール大変でしたよ。頑張った、えらい。あ、1000人突破しましたね、ありがとうございます。なんか久々1000人突破したの、ありがとう、みんな見てくれて。ロフトライブ頑張ってねということで頑張ります。あと明日、私明後日かな、明日違う、土日あの土日におうちチェキ会があるので、もう申し込んでくださった方は絶対に見てほしいんですけど、申し込んでないけど、まあ、暇だから見るよって方はぜひ、あの土日はあの公式 YouTube チャンネルでニキちゃんってのがあるんですけど、あ、非公式か、非公式 YouTube チャンネルでやります。あの生配信するんで見てください、お願いします。はい、ぜひぜひ。あと Twitter もやってるし、インスタも吉川真由で検索してくれたらいろいろ見れると思います。あとはあのあれだね、ロフトの住人ってやつでめちゃくちゃ歌ってます。私歌うの大好きでめちゃくちゃ歌ってるんで、聞かせてみてください、お願いします。そんな感じかな、告知は。あとはもうこのルームをフォローしてね、また近々、もう明日、明後日かな、やるよ。また私すぐ回ってくるから、私みんな楽しみにしててね。はい、こんな感じで、今日は皆さんのたくさんのスペシャルギフトめちゃくちゃ来てます、ありがとうございます本当に。ソーリー止まっちゃった、ソーリー、え、なんかさタワー2本立ってない？
は2本立ってるよね。え、父倉さんかな、バグじゃないよね。え、気のせいえ、なんかね、タワー見えるんですよ、私2本。タワー2本立ってんの、なんで本当に2本立ってるタワー2本立ってるって、え、タワー2本立ってるよ。え、みんな1本に見える、私2本に見えるやばくない、タワー2本に見える私。なんかありがとう、バグありがとうマジで多分2本、なんか1回もう配信ちょっと止めちゃったのよ、それかな、それでこの、なんだろう、私の目が悪いのかな、そんなことないと思うあら、まあちょっと精神削ったからね、削ったからそれでかもしれないですねバグありがとうでございます。はい、ではでは、え、待って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 、なんかお城来たんだけど、あ、すごいお城来た、そんな感じさん、そんな感じ、お城ありがとう、びっくりした、これバグじゃないよねえ、みんなにお城見えてる、みんなお城見えてますか、みんなお城見えてるよね、みんなお城見えてる方え、タワー消えた、あ、タワーいるよ、お城の後ろに、お城の後ろにタワーがあるの私まあそんな感じさん、タワーありがとうございます、タワーじゃない、お城、お城ありがとうございます、嬉しいです、やんやん、お城を建ててくれて本当にありがとうこんなことしかできませんが本当にありがとうございますウケる、本当にやばい今日私ね、そのお城の姫にそのお城の姫にしてくださいなんだもう面白いわこれ、でも実感いっぱいやっちゃいました、はい本当に見てくれた皆さんありがとうございます、そしてのスペシャルギフトをくださった皆さん本当にありがとうございます、ね、コメントもたくさんありがとうね、またやるんでフォローして待っててください、アイドルの鏡、これを鏡にしちゃダメじゃあね、また皆さんおうち時間頑張りましょう、本当にこのままじゃもう1年間ずっとおうちにいなきゃいけなくなっちゃうから、本当に頑張って自粛しようね、マジで家にしかいないよみんな、分かった、じゃあみんな元気でね、元気でねとかってバイバイ、見てくれてありがとう、バイバイ。